女性に言われたくない一言は、僕っていうことをちょっとさておいて、まあ、本当に嫌なんだろうなっていうこと。短所。これはちょっと当てに行きます、はい、加藤純一が女性に言われたくない一言は、当てに行きます。女の子に言われたくない一言女の子に言う、なんだろうな、女の子に言う、あ、器が小さい。惜しい、ね、惜しかった。女の子に言われて一番嫌だなって思うのは器が小さい。器、そっか。短所はどうですか。短所はどうですか。し、別にそんなに嫌じゃないですそんなに嫌じゃない。そっか、短所で短い章ですよね。それ本当に大石さんの口からその言葉が出たのか、後でちょっと聞きたいですね。気にならないです、僕は。短所は当てにいったのな。ちょっと身を挺して当てにいったの。